クロを倒したルフィ、次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ。偶然の事故で店を壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに1年間の雑用を命じられてしまう。ゼフの正体はかつてコックにして海賊船の船長を務め、凄まじい蹴り技から赤足のゼフと恐れられた男だった。そのゼフの下で副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海兵でも容赦しないが、空腹の者には海賊でも食事を与えるという風変わりな若者であった。そんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、サンジは頑なに拒否。そんな折レストランに一人の海賊が現れる。イーストブルー最強の海賊艦隊を率いる男、ドン・クリ。すまん、水と飯をもらえねえか。金ならある、いくらでも。ほらよ、飯だ。すまん。いいレストランだ、この船をもらう。守り抜くぞ。この船は俺たちのレストランだ。何が起きた？ドンクリーク、温泉は切られました。切られた、切られただと？そんなバカな話があるか。まさかあれが。鷹の目、なんで俺たちを狙う？暇つぶし。ふざけやがって。野郎ども、奴に構うな。さっさと海上レストランを乗っ取れ。このところに戦闘が始まっちまった。とにかくこの店を守らねえとな。やめていいか。ソンソン、いいぞ。店を壊したことは攻撃にしてやる。本当にそれができればな。まずは目の前のクソどもを片付けないとな。ソンソン、なかなかコックを侮るやつは腹を下ろしてやるよ。コックは手が命、俺で傷つけるわけにはいかねえんだ。そんそん、かかってくる奴は残らずこの足で仕留めてやるよ。俺が目指すのは世界一の剣。そこまで負けるわけにはいかねえんだよ。
かが船一隻さっさと制圧しねえか。続け野郎どは。相手はたかがチンピラみてえなコックどもだ。なめてかかって釣りが来る。あの船を乗っ取り、俺は再びグランドラインを目指す。ワンピースをつかみ、この大海賊時代の頂点に立つのだ。ちょっと待て、海賊王になるのはこの俺だ。なんか言ったか小僧、遊びじゃ。当たり前だ。この店はクソジジイの宝だ。絶対に渡さねえ。いや、セカンド。よし、こっちは俺に任せろ。さあ、小僧行ってみろ。てめえと俺と、どっちが海賊王の器だ。食わせてやるのがコックだ。だが店をくれてやる筋合いはねえな。貴様は赤足のゼフ。お前があのコックにして船長を蹴り技の達人と言われていたが、噂に聞いた海難事故で死には至らずとも、その大切。お前はかつてグランドラインに入り無傷で帰った男。その期間、丸一年を切る力は十分にあった。ただ一つ足りなかったのは、情報。ただ眺めているのも退屈だ。俺も参戦させてもらおう。
程度の力、俺には通じん。なんだ、全く聞いてねえのか。あいつが艦隊をたった一人で潰した男か。普通の人間と変わらねえぞ。特別な武器を持ってるわけでもなさそうだ。武器なら持ってるじゃねえか。あんな優しい剣は見たことがねえ。そんな、まさか。じゃあ、あの刀一本で大反戦をぶった切ったとでも。他の目の男は俺が目指す世界一の大剣豪。奴に会い、奴を倒すために。哀れなり、弱き者よ。
小僧、名乗ってみよ。ヨロノア・ゾロ。覚えておく。久しく見ぬ強き者よ。散れ。セントリュー奥義三千世界。負けた。叶わねえ。これが世界最強の力か。何を。背中の傷は剣士の恥だ。見事。ゾロ。若き剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。安心しろ、あの男はまだ生かしてある。ゾロ。我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。己を知り、世界を知り、強くなれ、ロロノア。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。たける己が心力さしてこの剣を越えてみよ。この俺を越えてみよ、ロロノア。ゾロ。ルフィ、聞こえるか。不安にさせたかよ。俺が世界一の剣豪くらいになられた。お前が困るんだよな。俺はもう二度と負けねえから。あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。もう帰るか、海賊王。ない。いいチームだ。また会いたいもんだ、お前たちと。もう十分に楽しんだ。俺は帰って寝るとする。自由になりたいよ。
を舐めると引っかくぞ。いや、セカンド。クソジジイから何もかも取り上げちまった男だ。力も夢も取り上げた。客船のコック見習いだった頃、まだ海賊だったジジイに俺は命を救われた。ジジイは俺が同じ夢を持ってたってだけの理由で、てめえの足と引き換えに俺を生かしてくれた。たかがガキ一匹生かすためだけにでけえ代償を払ったクソ野郎だ。俺だって死ぬくれえのことしねえとクソジジイに恩返しできねえんだよ。死ぬことは恩返しじゃねえぞ。そんなつもりで助けてくれたんじゃねえ。生かしてもらって死ぬなんて弱えやつのやることだ。おい、リークに逆らった時点で死ぬことは決まってたんだ。手段は何だって構わねえ。